今日の国際関係を読み解く上で鍵となるのが中国の存在です今般のコロナ禍で中国はいわゆるマスク外交を展開し対外的な影響力を高めております一方強硬な海洋進出さらには香港情勢への対応など国際社会の懸念を生んでおります中国に対し日本は世界各国との連携のもとでどのように向き合い どのよううな対応をすべきでしょうか本年度から私ども日本国際フォーラムは自由で開かれたインド太平洋時代のチャイナリスクとチャイナオプチュニティという新しい研究プロジェクトを立ち上げました本日は主査の神山武先生副査の川島新先生細谷雄一先生をお迎えしましてプロジェクトの狙いや特徴などについてお伺いいたします それでは神谷先生お願いいたします、えっと、このプロジェクトの狙いはです、ね、これまで日本と世界の、まあ、平和と繁栄の礎となってきたリベラルなルールを基盤とする秩序、これが中国の挑戦を受けている。 それを日本がアメリカとの同盟を基盤にしかし他のリベラルゼモクラシー諸国やインド太平洋の域内諸国などとも協力していかに向き合っていくべきかということを探ることです。で中国という国はですね我々にとって過去に経験したことがない複雑で厄介な存在になっている。 要するにリベラルな国際秩序を変えてしまおうとする試みですとか尖閣諸島周辺での行動ですとか南シナ海での行動なんかを見ると中国はあえて言えば我々にとって敵と言っても過言ではないところが我々はそのような国と経済などで密接に相互依存関係を持ってしまっているとこれがまあ我々が中国のリスクとオポチュニティにともに注目しなければならない理由なわけです。 で我々は我々っていうのはですねあの川島先生細谷先生私がこうリーダーシップを取る形の我々はですね3年半前からこのテーマで研究を行ってきてでアメリカのカネリー国際平和財団からですね英語で日米共同レポートを出すなどの成果も上げてきましたが今回はインド太平洋でのリベラル国際秩序の将来それと中国というテーマを設定して、まあ、プロジェクトを延長したと。 いう形になりますでこのプロジェクトのほ、まあ、他の類似のプロジェクトにない特徴としてはですねやっぱり一つはですね本当の意味で日米共同プロジェクトだということ。日米共同といってもですね実はアメリカ側はまあ半ばお客さんであるっていうことが少なくないんですけどこのプロジェクトではカーネギーの,あの事務所夫上級研究員を中心にですねランディ・シュライバーとか MEC ライトといった あのアメリカの元政府高官も含めてですねアメリカチームをがっちりと組んで我々のカウンターパートになっているというところがやっぱり大きな特徴であろうかと思います。もう一つはその若手の広い企業であって、えー、JFIR ライジングスタープログラムというものを立ち上げて若い研究者をそこに入れてですねあの積極的に研究発表を海外への情報発信もしてもらおうというわけですが加えてその 有望な大学院生をリサーチアシスタントという形で起用して研究会を傍聴し時には発言し研鑽を積むというところも特徴と言えると思います川島新先生にお伺いします中国は国際社会にリスクとオポチュニティの双方をもたらしておりますがその本質は実に多面的と言えますそこで日本を代表する中国専門家の 川島先生に近年の中国をどう捉えるべきか、そしてその中で国際社会は中国にどう向き合うべきかなどについてご説明いただければと存じます。この新型肺炎の流,あの流行あ、感染拡大に伴う変化というのはあるんですけれども、それもおよそ、もともとあった米中対立や中国の対外政策の傾向をまあ助長したりとかですね。 まあ、あるいはこれまですで、まあ、に存在していたけれども見えにくいものが見えるようになっているというそういう状況にあると思うんですねで。中国自身は2016年にはもうアメリカを中心にする安全保障ネットワークにも対抗姿勢を示していましたしまた加えて、えーまあ、アメリカのあるいは西側のいう価値観ですねそれへのも対抗軸を明確にしてましたのでそうした意味ではその対立今の対立も前から準備されていたものだと言えるというふうふに思います。 ただ、アメリカの姿勢が大きく変化をしたところがあって、米中対立がこの経済、関税、あるいはそこからテクノロジーに行って、そこからこう、まあ、ポッティンジャー、あるいはそのポンペオの7月の講にもあるようにです、ねで、価値観のレベルまで行ってしまったので、中国としても非常に厳しいところに今、来ているということが言えますね、つまり中国なりの新しい価値,観価値観なり、新しい秩序を作るという方向に行ってはいるんですけども、十分に準備ができる前にです、ね、アメリカがかなり食い込んできていると。 いうところでえ、今非常に厳しいところにあると思ってます。でえ、中国自身はあのまあ、えー、マスクないことをやるんですけれども、もえー、対外姿勢のことを考えるときに、やっぱり国内の問題があってえー、習近平が2022年に順調に政権をそのまま続けられるかどうか、という大問題や共産党100年の問題があるもんですから、国内を統治をしっかりさせていくためにですね。様々な論理を,やをまあ、出すわけですその論理を国内向けに出した後、対外に出すときにですね。なかなかその。 うまくいかないわけですねで、その辺がその世界から見ると中国はどうしてあんなに慌ててわざわざ切られることをやるんだろうかっていうふうに思われてしまうということもあるけれども当面の間は国内問題の方が優先になると思うので今のようなちぐはぐした感じで続くだろうというふうに思っています以上でございます細谷雄一先生にお伺いいたします最近の中国の積極的な対外進出を受けて欧州における中国感も相応の変化を見せているように思われます そこで日本を代表する欧州専門家の細谷先生に近年の欧州における中国間の変遷欧州から見た中国などについてご説明いただきたいと存じます。 まあ、ヨーロッパがなぜ重要なのかということについて、なかなか日本ではその理解していただくことが難しい場合があるんですけれども、あのこの場合のヨーロッパの重要性という場合には2つありまして、アクターとしての、まあ、欧州の重要性、そしてもう1つは場としての。 欧州の重要性ですねこれを少しあのご説明させていただきますと、まああの、自由で開かれたインド太平洋構想、まあ、日本が進めているこの構想において、やはり価値を共有する諸国との協力というものが非常に重要な位置を占めていると、で実は昨年の2月1日に、日本と EU との間のおー新しい EPA ですねあの、経済連携協定ができまして、この日本と EU が今や世界で最大の,の FTA ・自由貿易支援を作っている。 これは国際経済において日本と EU が様々なルールを作る実はこれは90年代の京都議定書の頃から国際的なルールを作るということに関しては比較的日本とヨーロッパは共通することが多かったわけですこれ言い換えたらやはりアメリカや中国という国が非常に圧倒的な力を持っているからどちらかというと国内政治を優先した単独行動主義的な行動が多いそれに対して日本や EU がむしろ国際法を基にした多国多角的 なまあ、あのマルチラテラルな国際協調が多いということが言えるんだろうと思います。 あのところが90年代後半からまあアメリカと中国の関係が悪くなると,と比例してまあとにかく中国はあのやはり EU に接近して科学技術宇宙などをはじめとしてさまざまな分野であの協力しておりますですから世界全体を見たときにもしもまあ今中国とロシアの関係がいいですから EU があの中国の側につくとですねまあ実際 AIIB のときにはヨーロッパの多くの国々がそのように動いたわけですがこれ中国とロシアと EU が組むということになりますと日米同 世界の中でではマイノリティになってしまうわけですねで一方で西側の自由民主主義諸国がアメリカと EU と日本が協力をすればこれはむしろ G7 を中心としたこういった国々が民主主義諸国がイニシアチブを取れるそういった意味ではこの半年1年で欧州で従来には考えられないレベルで中国との関係が悪化しております。イイギリススフランスドイツ もう同様ですけれども、1年前、2年前には考えられないような、非常にこの EU の中国に対して、 する姿勢が厳しくなっていると、まあ、このようなあ。動きというものをきちんと日本の中でフォローするということがまあ重要だろうと。とまあ、一方で一対一路を進める上で、やはりヨーロッパは場として、あの中国にとって非常に重要になっているわけですからまあ、そういったあの統合諸国を含めて、今ヨーロッパの中でどの程度中国の影響力が浸透しているか、まあ、これもきちんと抑えることが重要だと思います。以上でございます。 やっぱりあのコロナの影響っていうものをですねどう捉えるかでアメリカの対応もコロナで変わった面と多分変わってないで前からの継続の面があるだろうってその辺をですねどう見ていくかが当面の課題になると思います。えそれれから中国についいて我々はあのリスクとうことを強く意識すするんですけれども あの世界の国の中にはですね中国のオポチュニティの方にやっぱり引き付けられる国もいっぱいあるどういうふうにあの認識のすり合わせを図っていくかっていうことが重要だと思います。であの川島先生細谷先生私の3人でですね前のプロジェクトを通じてまあ,あの話してきたことですけれども。 要するにリスクを強調して中国を批判するだけでは世界のかなりの国が特にいわゆる発展途上国と言われるような国がついてこないわけですよね。やっぱり中国が便利さだとかあの優れた技術だとかを安い値段で提供していると世界の多くの国にとってはやっぱりもう非常に喉から手が出るほど欲しいものであって。 えー、その前にですすね、ねの、その前でです、ね、我々がいくらそのあのリベラルな価値が損なわれるとか言ったってですねいやそれでも自分たちは豊かな生活が欲しいんだ便利な生活が欲しいんだと言われてしまうとどうにもならないそうすると我々がどうやって中国の提供しているオポチュニティに対するオルタナティブな代替的なオポチュニティを提供できるかとかいうことも研究の視野に入ってくるんじゃないかと思います。 本来、このプロジェクトっていうのはその日米共同研究なんですけど、そのほかにヨーロッパの国々とかインド太平洋の国々とですね、研究交流とかを盛んにやろうとしてたところにコロナが来まして、どうやったらそういう活動を少しでも始められるかということも検討していいきたいまあ前のプロジェクトでリスクとオボチュニティの両面から見たわけですね、その点でこのプロジェクトは、面白いユニークな点があって、まあ、リスクを主張して、中国が問題であるというのはある意味、簡単なことなんですけれども。 要は日本であっても経済面では中国に相当依存をするし日中関係、経済で動いてきた部分はあるわけですね。でそれがまた米中対立の状況が変わる部分はあるけれどもやはりその両面があることは多くの国にとって共通しているし今、上井さんおっしゃったように途上国にとっては中国の魅力はまだまだ大きいわけですね。で米中が非常に対立する中で日本は完全にアメリカと全く同じにいくということもまた難しいというこの状況をしっかり理解していく必要があるし アメリカもも国際出場の中です役割も変わってきてきるだろうそうなると、日本の行き先はどこになるのかということを考える上でもでも、ね、このグループの方で、私の方のグループであれば、やはり中国自身の意図、えー、そもそもどういう意図を持って何をしようとしているのかということを、まずは中国に即していったは理解する、それは内政面も入りますけど、そこがまず第一の我々の役割で。 2つ目の役割は、ですね、まああの、いろんなグループありますけれども、そのインド太平洋のこと、インディア・パシフィックのことをやっているグループとの協力をしながら、ですね、中国自身の世界への広がりと、それへの現地の反応ですね、相手の国、世界のいろんな国が中国をどう見ていて、中国やアメリカ、あるいは中国と先進国を見比べながら、どういうふうにそれを評価しているのかって、そういうことも大事にしながら見ていきたいというふうに思っています。 やはりあのコロナの動きによってですね、世界政治がいろんな形で影響を受けているとであの、どの程度世界が変わっていくかということはなかなか見通しが難しいんですけれども、まあ、少なくとも従来からあった変化、これは米中関係の悪化もそうですが、この変化というものが加速しているということがしばしば指摘されるわけです。まあ、言いい換えるとと不透明性がが増しししてて、てま世界を見通すことが非常に難しくなっている でこのような時に、まずあの日本がどのような政策を取るのか、あるいは日米同盟をこれからどのようにしていくのかということを論じる、その前提として、まあ、国際情勢を正確にあの理解するということが、これは不可欠だと思うんですねで、その上で2つ、私は重要なポイントがあると思っております、まず第一は、このプログラムを進めていく間にです、ね、まずあの日本で安倍政権からあの菅政権に変わった。 そしてアメリカは大統領選挙の結果が分かりませんけれども、少なくとも大統領選挙の結果として、何らかの形でアメリカ、新しい政策というものを示していく可能性がある。そして3つ目は中国もこれから指導部が変わるのか変わらないのかと。変わるにせよ変わらないにせよ、このことが今後の世界に対して非常に大きな影響を及ぼすということが考えられる。 そして同時に今度は EU を見てもブレギジットという形で EU の内部が従来とは違った、まあ、イギリスというですね国連安保理の常任理事国が EU から離脱することによっていわをなくこのヨーロッパの世界の中での位置づけということにもおそらく変化が起こるだろうということで、まあ、今後しばらくの間ですねあの非常に大きなこの世界におけるですねあの変化というものがこれからまたあのコロナとは別に 政権交代やあ選挙、指導部の交代によって起きていく可能性があるということですね、起きない可能性は、まあこれは1つで、2つ目のポイントはです、ね、まあ、これはこのプロジェクトの,、まあ、あの長所、あの魅力でもあると思うんですけれども、あの従来はあの日米関係であれば、まあ、日米同盟のプロジェクトがあると、日中関係であれば日中関係のプロジェクトがあると、まあ、そうではなくて、これからの世界を理解する上では連立方程式ですね、つまりアメリカと日本の関係だけではなくて、米中 関係というものがありまた中国と欧州との関係というものがある、そして日本と欧州との関係ももちろんあるで、この一つ一つの関係というものが相互にどのように影響を及ぼすかという形での総合的な連立法的で考えなければ、二国間関係だけではなかなか世界見えてこない、そういった意味ではこのプロジェクトがさまざまなアクターであるとか、さまざまな二国間関係であると ま、そういったものを相対的に扱うという非常にあの稀有なあのプロジェクトだと思っています。で、その強みというものを活かして、最終的な成果を含めていろいろな形で発信していくということが大変。あの意義があるのではないかと考えております。中国のプロジェクトって言えばですね。やっぱり川島先生のような中国専門家が大勢集まって研究をすると、あるいはその日米同盟のプロジェクトだったら私が中心になって。 研究をすするっていいう,うな感じのものもが多い時にですねこのプロジェクトはあの中国の専門家はもちろん優秀な人を非常に多く集めていますけれども同時に日米同盟の専門家がありですねそれから今回はヨーロッパが この中国に我々リベラルデモクラシー諸国が向き合うということ,のことにおいては非常に意味があるっていうんで細谷先生にヨーロッパの専門家として入っていただいているそれからインド太平洋諸国との関係っていうのも重要だっていうんでそちらの方もまたグループを組む先ほど川島先生がいろんなグループがとおっしゃってたのは実は我々のこのプロジェクトの中にですね中国藩に加えて日米藩欧州藩インド太平洋諸国藩といって4つのグループを作ってやってる。 そういう幅広いメンバーで、えー、共同してですね。あの、中国に向き合うというテーマ、リベラルなルールをベースとした秩序をどうやって守っていくかっていうようなことを考えるという。そういう問題意識でやっております。それから、アメリカ側のメンバーシップについては、先ほど名前を挙げた人を見ていただいてもお分かりのようにですね。中国専門家だけではなくて。 インド太平洋の実務を担ってきた人だとかですね日米同盟の戦後課だとかですねあのいろんな人が集まってやっているということでそこから何かあの新しいものが生み出せないかと思っています以上です。<music>